まあ、日本人って面白いですよね。まああのまあ、日本の朝日新聞が あるから、 NHK と朝日新聞があるからかもしれません。それでももともと日本人の性質かもしれませんが、例えばアウン・サン・スー・チーさんですね。この人の、まあ、地球規模って言ったら変なんですけど、世界規模の評価というのは非常に低いんですけど、まあ、あのアウン・サン・スー・チーさんのお父さんはね、建国の父として、まあ、大変立派な働きをしたんですが、アウン・サン・スー・チーさん自身は、まあ、よく言われることですけども、まあ、ずっと小さい頃からイギリスに住み、夫もイギリスで、まあ、亡くなったと思うんですけど、まあ、言ってみれば普通に考えたらイギリスがビルマ、今ミャンマーって言ってますけど、ビルマを支配するための、まあ、スパイというか工作者ですよね。ですから、まともな国民とはちょっと思えないんで、まあ、あのミャンマーの人たちもそういうふうに思ってる人多いし、まあ、軍政なんかもそうなんですが、まあ、日本はですね、なんかミャンマーの軍政が悪で、アウン・サン・スー・チーがそれにあの戦ってる、まあ、人って女性っていう感じの報道がずっとされましたからね。まあ、朝日新聞と NHK の本当にこう罪ってのは深いなと思うんですけど、今アウン・サン・スー・チーさんが一番重きを置いてるのは中国共産党を支持するってことですからね。この人権を無視してチベットとかウイグルを占領している中国共産党が、まあ、彼女が一番支持してるんですから、もうどうにもなんないんですよね。まあ、しかしこれはまあちょっとしたことなんですが、実はあの最近ジェンダーっていうのが、あのそのなんていうかな、ハイカラな女性、ハイカラぶる女性の間で流行ってて、まあ、だいぶ前からですけども、それで随分日本の女性は損しましたね。もともと欧米はですね、あのアメリカヨーロッパは女性の地位が低いんですよ。あまりに低いのでレディーファーストっていうのがあってですね、まあ、僕なんかも電車の中で重い荷物を持ってる女性がいると、あちょっと上げましょうかなんつって言ったりついしちゃうんですけども、そういう癖がつくぐらい、女性にごまするんですよ。どうしてかって言ったら地位がものすごい低いんですよ。まあちょっと前、今から50年ぐらい前、日本の男性は全部女性に働いたお金を全部渡したんですよね、奥さんに。ところが欧米ではですね、その生活費を奥さんに渡すという、まあ、奴隷的な扱いだったんですね日本は2人で一緒に家庭を作るっていう、一緒の財布っていう考え方ですが、欧米はですね、まあ、聖書の影響もあってアダムのあばら骨から女性ができたんですから、お前らはまあ奴隷だっていうような感じなんですねそれをそのフランスカブレとかそういう人たちが持ち込んだんですよ。それで日本の女性の地位が高かったのに、例えば戦前家父長制というのがあって、これ男が家父長だったんですけど、これはどういうことかっていうと、男性しか絶対に徴兵しない、女性は死ななくていい、大切にする、だからその代わりに男に家父長制っていう権利を与えたんですけども、そんなこと全然触れないわけですよね。まあ、いずれにしても日本にジェンダーを持ち込んだことによってものすごく女性は大変になっちゃったんですよ。もう本当に今かわいそうですよね。僕見てて本当に女性かわいそうだと思うんですよ。女性バイタリティがあるし粘り強いし、あんまり文句言わないんで我慢してるんですけど、まあ子供を産ん、結婚はうまくいかない、うまくいかないシステムを作っちゃいましたからね。結婚はうまくいかないし、結婚して子供を産んで、生活費だけもらってっていう、もうひどい状態なんですよね。だからこれはもう本当に日本にジェンダーっていうのを持ち込んだってことがですね、もう持ち込んだあの女性の指導者も深く反省してほしいと私なんか思うんですね。アウン・サン・スー・チーさんと同じですね。ものすごく大きな、アウン・サン・スー・チーっていうと名前がちょっと早いからだと、ジェンダーっていうとですね、男女関係なんていうよりか全然いいということで、そういう間違ったことが行われるんですね。まあ、それと同じことがヨーグルトですよ。私ね、もう本当にもうテレビなんか出ててもうこう喉まで出るんですね。何ですかそれはって言いたくなるんですよ。だってですね、栄養学の人ってね、すぐヨーロッパアメリカの文献を参考にするんですよ。アメリカでは、ヨーロッパでは、フランスでは、イギリスではとこう言うんですよ。だってね、栄養学とか健康学こそが民族によって大きく違うんですよ。食生活も全然違うんですね。例えばお酒、典型的にはお酒出しましょうか。お酒っていうのはですね、日本人は世界で一番弱いんです。生まれつきの
ちゃんとした、分解酵素を持ってるのは持ってない人4割 40% って言われてるんですよ。ところがヨーグルトをよく食べる地域はですね 0% なんですよ。アルコールにアルコール分解酵素全員が持ってるんですね。つまり昔からアルコールをよく飲む、アルコールをよく飲む人はもしかしたらヨーグルトがいいかもしれないんですよ。腸内細菌とかなんか言いますけどね、日本は昔からヨーグルトなんか絶対飲まないんですよ。だけどもちゃんとした非常に体力も強いんですね。日本人ってのは昔非常に体力強いんですよ。それは玄米だとか味噌だとかっていろいろその日本の栄養学としては研究されてますけれども、私はですねやっぱりどの栄養でも辻褄の合った栄養を取ってればいいんじゃないかと思ってるんですね。例えばお米と魚っていうのは絶対に世界的にリンクしてるんですね。それから肉と麦っていうのもリンクしてるんですよ。それでこの前あるテレビでですね、私がもともと大陸の国は魚を嫌うって言ったんですよ。そしたらね、中国の人が文句言った。それはね、中国ではってのはそれはそうなんだと。だけど私の言ったのは中国の奥地でもそうだし、じゃあ海岸線は違いますよ。海岸線はオーストラリアでもそうだし、内陸の国っていうのは魚に対して特別な感情を持っていることが多いんですよ。よくタコなんか言われますよね。タコとかイカ絶対食べないと。そういうばかりじゃないんですね。まあもちろんギリシャみたいな海洋国家ですとタコでもリングにして、フライみたいにして食べる日本と一緒なんですね。でまあそういうふうにこう食生活するのはいろいろなんですよ。だからヨーグルトがね日本人に効くかどうかって、それもヨーグルト飲むと頭が良くなるとかなんかそんなこと言ったりするんでね。でこのアウン・サン・スー・チーさんが、この僕はねアウン・サン・スー・チーとジェンダーとヨーグルトって非常に近いと思ってるんですよね。アウン・サン・スー・チーはもちろん女性の指導者であり、ジェンダーは男女関係であり、ヨーグルトは栄養なんですけども、この底に流れるのは全部ね白人コンプレックスなんですよ。アウン・サン・スー・チーがねやっぱ名を成したのはやっぱり、ノーベル平和賞なんですけども、ノーベル平和賞ってのはですねスウェーデンじゃなくてノルウェーなんですね。本当にひどいんですよ。でまあ本当に政治的なこのあれで、ノーベル平和賞を出すわけですが、日本人ですとねノーベル平和賞を取ったっていうだけでも本当に偉くなっちゃうんですよ。ジェンダーなんてもっとすごくてですね、ヨーロッパの方が女性の地位が低いにもかかわらず、ジェンダーというとみんなハハーとひれ伏しちゃうんですよ。ヨーグルトもそうなんですよね。だいたいね人間の体っていうのは1万年ぐらいかかるんですよ、変わるのに。1万年前の日本っつったらですね、弥生時代とか縄文時代とかそういうんですからね。ですからまあお米を中心として食べ、まあ、お米もやっとやっとっていうような感じなんですが、ほとんど動物は食べずに、まあ、植物でやってたんですね。まあ江戸時代ぐらいになってもやっぱり基本的には大豆ですよね。海藻ですね。海藻っていうのはタンパク質随分、アミノ酸随分あるんですね。だから海藻とか大豆のアミノ酸を食べてたわけですよ。ですからもう全然形が違うんですね。それで遺伝子も何も腸内の活動も全部できてるんですよ。今突然ヨーグルトを食べたからっつってね、もともとそんなヨーグルトの乳酸菌なんかない、そういうのを使わない日本人の腸で、それをねそのヨーロッパの栄養学の方持ってきちゃうんですよ、論文をですね。もう本当僕ね、口もう喉元が、それ本当に日本人でそれで大丈夫なんですかって。だって米ぬかから取った薬でハイゼートってありますよね、精神安定剤ですよ。よく精神が不安定になった時にね、こう不定愁訴っていうか、なんとなく気分があり気が塞ぐ不安感がある、そういった弱い精神障害ですね。こういったのはハイゼットって薬が効くんですけども、ガンマオキサゾリンですね。だけどこれは米ぬかから取って薬として認められてるのは日本だけなんですよ。だからそれはね、海洋国家であり雨がよく降り魚を食べ、動物はほとんど食べず、まあ動物食べてもいいんですけどね、少しずつ動物増やした方がいいんですけど食べ、そして、大豆を取りっていう中で、植物のサラダなんか絶対食べない。植物の葉っぱは全部煮て絞って食べるっていう、それから漬物にして絞って食べるっていうふうに、つゆは飲まない、つゆを飲む煮物にするのは大根とか人参っていう根のものですね。そういうふうにこう体全体ができてる、
それなのにアウンサンスーチーが出てきてジェンダーが出てきてヨーグルト出てくるんだから、もうね少しは考えてくださいよって言いたくなってしまうんですね。まあ、私は極端なことは嫌いで、牛乳も非常に害があるんですけども、全廃するよりかはね、やっぱり時々牛乳やチーズやヨーグルトもいいと。しかしそれは時々だと。やっぱ 80% が日本のもの、 20% が外のものっていうことで、少しずつ少しずつ日本人の体を変えていくと、よりいい体にしていくということは必要だと思いますね。外国のものを食べたからいい体になるんじゃないんですよ。だけどいろんなものを食べることによってもっといい体になりますから、それを少しずつやっていくってことで、まあ、特に小さいお子さんを持たれるお母さんなんかも注意された方がいいんじゃないかと思っております。